どうも、どうも <laughs> ボビーアートレザーのボビーです、えー。少しね、遅くなりましたけども、今日は土曜日ということでですね、えー、音楽の話、ね、ということでですね、えー、2時間ほどちょっと遅くなりました。押しました。えー、さっきまでですね、えー、ちょっとライブを。 配信ライブをちょっと見ながらですねちょっと仕事をしたりしてたんでね、うんえー、ちょっと伸びてしまいましたけどね、えー、ということでですね、えー、今日はあ音楽の話ということで「レッドウォリアーズ、ねえー」さっきまでですね、えー、浦和の埼玉の浦和のですねからの配信のライブを、えー、見たんですけどね今日はあ盛りだくさんなあイベントだったんでねあの もボビア・トレーザーに関係してるようなあミュージシャンの方とかねあのプレーされてたんでえねえ今日「スーパーブラートド」でしょマッド・オイさんとか岡弘さんとかねとユカイさんとシャケさんねとかあの出演されてたんでですねえまあ三國さんもそうですね、えー なんかもう楽しみでねもう埼玉にちょっと行くわけにも <laughs> ちょっと行けなかったんでね、えー、配信ライブをですね見ながらあちょっとアトリエでね、えー、こう制作をしつつさっきまで見てましたそれ,それでですね、えー、まあレッドホールやにしようかなということでですね <laughs> 急遽 <laughs> ね配信してますねもしあの時間あればお付き合いいただければ幸いですね、えー あの、CD、LP でいつもね、こうやってるんですけどね、今日はあの、CD で、ねえー、Singing d o n これ2枚組の CD なんですけど、ライブバンドなんですけど、めっちゃいいんですよね。うん、あのこれを聴きながらですね、えー、よく僕はあ制作しておりますけどね。はいで、まあ、レコードの代わりにこれですよ。ね、プレイヤー雑誌。ね、この お雑誌の表紙ですね音楽雑誌の表にですね「これレッド・ウォーリアーズ」載ってるじゃないですか。でここ,これも地味なとこなんですね僕なりに嬉しかったのがこ,こ,、あのー、このドルギターでねシャケさんのおシンボルックなあこのおね、えー、ギターにですね、えー、ボビー・アトレザーのこのストラップね矢尻をですね、えー、つけて。えー プレイされてたんでその時の写真がですね載ってたんでですね、えー、後日ですねあのツアーのね時に、えー、シャケさんにですねご、えー、あのご挨拶した時にですね、えー、サインも記念にサインをしていただきましたねえそういうも僕にとっては花宝のものですねえー、まあそんな感じでですね、えー、実はですね、えーあのー レッドボーリアーズというバンドの存在はもちろん僕が大学生の頃からですね、えー、存じ上げてましただけどね、あのー、実際にこうお聞くようになったのはですね、あのー、真剣にっていうかあの熱く聞くようになったのはですね、えー、ご縁を頂い,いてからですね、あのー、そこからのめり込むように聞いて今、あのー、すごくうき、えー、きこう体に染み込んでますね はい、あのなかなかねあのこの年齢になってくるとですね、えー、なかなかこう入新しく入ってくる音楽っていうのがあなんかこう弱くなってくるものなんですけども何ですかね普遍的なっていうかあの30年以上経った経ってもですね、えー、現役感を感じるというかあの過去のものじゃないんですよね。ダイレクトにこう今のこのこ 皮膚感というかこの感覚にずしずし刺さるようにえ熱くなるようなねそういう楽曲をですねえ味わえるっていうかそういうグループっていうのが僕はもう逆に新鮮で今はもう熱,く熱いバンドですねでこれですね。 えー、レッドこの30周年30周年ってちょっと過ぎたんかな、うん、だけどこの時は埼玉の写真これ鮭さんがですね、えーあのー、送ってくれた、あのー、写真の枚なんですけども、えーね、写真はこのお、えー、ここえこ、ー、うて、ね、逆やからここ森島浩一さんですね。えー ね、フォトグラファーの森島浩一さんがですね撮影されたあかっこいい写真なんですけどね、えー、こ,のこの時もおギターストラップをです、ねえー、シャげさんがあー華麗にかっこよくね、えー、つけてくださってですね、えー、もう本当にね、えー、心から感動しましたし、えー、すごく熱くうなりました。あのー、本当にねなんかこう こういう僕はこうあのボビー・アトレザーというのをです、ねえー、掲げてです、ねえー、何て言うですか人知れずレザーを、ねこうえー、作ってきてです、ねえー、その中でいつか目標はです、ね、やっぱこうスポットライト、ね、ロックスターが羽織ってスポットライト自分のボビー・アトレザーをね 身につけたっていうかそういう方がスポットライトを浴びてですねそれを熱い観客の中でね熱狂の中で、えー、なんかそれを見るっていうのが夢だったんですね、えー、そんなあのー、思いでですねなん、えー、のそのつてもなんもないですよその時は、うん、それでですね、えー、始めたことなんですけども、まあ、なんかあ夢を叶えさせていただけたなと思います。 えー、僕もこのお気に入りの写真なんですけどもね、えー、大好きな森島さんのこの写真なんですけど、えー、シャケさんがですねハットとですね、えー、レザーベストとレザーパンツね、えー、それでですね、えー、ステージでですね華麗に、えー、プレーをされたんですね、あのー、もちろん今日のライブも本当によかったですけどね。 ほんままに感動しました聴けば聴くほどいいバンドってあるじゃないですかあの昔聴いたからなんかまあなっていうのじゃなしに今聴いてもおおってくるっていうかかっこいいかっこいいっていうのはやっぱ大事ですね。うん、あと何んつうんですかエイジレスっていうんですかね、えー、の分かりますかねこの伝わります,そのなんすか現役っていうか生涯現役というか。 んかほとばしる感覚とですねあと円熟味というかあのいぶし銀というかそういうねロックロックンロールってそういうことなんやろうなと僕は思いますね若いだけのものでなしにそこからこうなんかこう深みを増すというか、うん、やっぱこうなんかうロールするし続けるっていうんですかね。 うん、ロックは分かるけどロールをし続けるってすごい、えー、大事だなっていうのをレッドウォリアーズの、ね、ライブを通じてですね、えー、感じましたねこれも森島さんのかっこいい写真ですねこれドルギターでね、えー、あの,ー、こ,こ,のね <laughs> この時のツアーの写真をねケさんを送っていただいて、えー、森島さんがね、えー、撮影されたこのかっこいい写真です、ね、けどもね、えー、ブログの方にですね、えー あの掲載させていただいてますんでね、あの伯、ーはい、さんからいただいた写真をですね、だからあのまたあのボビア・トレーザーのですねホームページでググ、えー、っていた,いただければですね、えー、ご覧いただけますんでね、ぜひ、えー、そちらの模様もですね、えー、ご覧いただければ嬉しいです。ね、えー、あこ,この時は国際フォーラムかな。ね、あのー ユカイさんとシャゲさんにね囲まれてなぜかあ僕がいるっていう感じですねもう本当に奇跡のような気分でしたねうんあの僕の宝のものの写真ですねはいでキヨさんもですねあのベーシスのねキヨさんもアトリエにですね立ち寄っていただきましたねいろんなあ 深い話を聞かせていただきました。本当にね、えー、素敵なひとときでした。うん、本当にあのー、僕はもうレザーを通じてですね、えー、まあ音楽が好きだって始めたこともあって、まあもちろんプレイヤーにもちろんと若い頃は憧れて、えー、始めたんですけどね、えー、ギター弾いて、えー、こうひたすらね。けどもその思いっていうのはのまま いろんなことがあったけどレーザーを通じて何かそういう初めてギターを持った頃の気持ちっていうんですかねそんなような気持ちがですねレーザーを触った時に同じようなこう感覚が芽生えてそれでそれがまた人生の夢につながってまた音楽を聴けるようにっていうか何か,かねそういう。 僕は音楽としては、ね、セッションとかではもちろん携わってはないですけどそれを通じてですね音楽を通じて、えー、なんかこうレーザーと、ね、音楽を通じてですねなんかこうセッションじゃないですけどもなんか少しでも関われていくことっていうのがすごく僕の一度の、ね、人生の中で、えー、すごく刺激的なことで,でしたし不思議なことのような気がします。えー そんな感じでですね、今日はですね、レッドボウリアーズのことについてですね、少しお話しさせていただきましたね。ぜひね、これかっこいいわ <laughs>、ライブ版なんですけどね、なんかこう生々しさというか息遣いというかあのう、やっぱりね、いい <laughs>、うん、なんかつくづく音楽っていいな。 日本のロックっていうのはいいなっていうことを思い起こさせていただいたアルバムですし,ですし、えー、そういういロックバンドです、うん、これからもねまた見てみたいですねレッドブリアーズのライブ、うん、あのー、すごいすごいです <laughs> あの何、ー、て言うんやろうな、うん、僕はお,しあのー、おすすめします絶対見てもらいたい。うん かっこいい特に大人になったこのね僕らみたいに大人が聴くにはもう最高やし若い人とかいたらねすごい刺激になるんじゃないですかね。うん当にエイジレスでなんかやっぱりそのおほとばしる感覚っていうんですかねかっこいいっていうことはあいいなと思うこととロールし続けるそのお感じ。 うん、僕はああのー、メンバーの皆様とやって余計にそれを感じました今日はですね、えー、そんな感じで音楽の話をさせていただきました明日はですねちょっとお出かけしたりするちょっと用スケジュールの時に、えー 弾、ね、き語りなんですけども、日曜、またね、ちょっと厳しいかもしれませんけどもね、まあ、そんな感じでですね、緩く、ね、配信に、この Facebook、ボビーのフィロソフィー・オブ・ライフにね、お付き合いいただければ幸いです。それでは、素敵な土曜日の夜をお過ごしください。バーイボビーでした、バイ